0194チャンネルです。9月24日ライジン、待ちに待ったね、ソヤ選手の試合ありますんで、会場に行ってね、応援したいなと思ってます。まあ、この動画をね、ソヤ選手見てくれてると思うんで、必ず今回ね勝利してもらって、また祝勝会しましょう。久々のね、ソヤ選手の KO 勝利期待してますんで、まあ、試合まであと1週間10日、そのぐらいですか、だと思うんで、怪我だけはねちょっと気をつけてもらって、万全の状態で試合に挑んでもらいたいなと思っております。ではね、いい報告をね待ってますんで、あと会場でね一緒に、緊張感持ってね、僕も戦いたいなと思いますんで、頑張ってください。ソヤ選手勝利でお願いします。どうですか今回は。あ、調子、怪我も右の膝、前回怪我したんですけど、まあ、怪我ももうほとんど治ってるんで、まあ、今いい感じで、はい、試合に向けて、まあ、これからですね、でも作っていくって感じですかね。残りちょうど6週間ぐらいです、うん、はい、前回怪我で悔しい思いをしたと思うんですけど、はい、まあ、次回の試合に向けてなんかこういう風にしていこうかなとか、戦略とか、まあ、前回そうですね、やっぱ怪我がちょっとオーバーワークだったんで、自分、うん、ちょっと焦りもあって、試合まで、うん、まあ、そういうのがやっぱ、まあ、なんだろう、経験したんで、まあ、同じ失敗は、ね、しないんで、まあ、そこも含めてうまくパフォーマンスをこうピークに試合まで今回は持っていこうっていう、まあ、戦略というか、ちょっと詳しくは言えないですけど、うんうん、はい、もちろん、はい、今回はあれですか、減量とかっていうのは結構、僕普段からかなり体絞ってるんで、ほとんど減量は水抜きだけっていう感じですね。 5キロ、まあ、1キロぐらいかな、落としてあと水抜きって感じですかね。じゃあ全然ですね。そうですね、そこまで全然その減量がきついっていうのはないですね。試合への意気込みとか。意気込みはなんだろうな、まあ今回はすごく前回より、前回ですね、試合する予定だった時よりも僕はコンディションもいいんで、意気込み、まあ KO でね、もちろん、まあ、勝ちたいですし、うん、まあ、前回よりの、前回の自分よりも、まあ、いいパフォーマンスが出せればなと、まあ、思ってます、はい、前回の自分を超えるっていう感じですかね、意気込みは。いやでもなんか本当にね、不死鳥のように、はい、何度も倒れて起き上がっていって、はいはい、だってなんか本当にすごい、すごいなって、まあ、あんま考えてないですけどね必死でね、その時その時必死で生きてるというか、まあ、ただそれだけなんですけど、まあ、その結果がまあ今はねこうやって、うん、まあ、本当に奇跡的にこう格闘技続けられてるんで、多分なかなかねこう難しいと思うんでね、その、うん、この領域になってこうやり続けるっていうのは難しいことなんですけど、本当に運がよくこう僕はできてるんで、うん、その間は本当全力でやっぱやり続けないとなっていう、それが自分の使命かなとちょっと思ってます。なんか本当に諦めない心が、はい、心が強いですよね。なんですかね、まあだから結局やっぱり負けず嫌いっていうのもありますし、うん、自分の可能性を信じてるっていうところもありますし、うんうん、やっぱそれしかやってきてないから、うん、っていうのもありますし、こうまだ自分の中で、ね、何も成し遂げてないまま終わるっていうのはやっぱり自分の性格上そこはすごい、うん、まあ、嫌だったんで、だから多分もし僕が仮にうまくいってベルト取った後にもし病気になってたらやめてたかもしれないですね、自分の、うん、なんか運命みたいなの感じますね。すごく感じます。なんかこう僕はそうですね、そのそれこそ運がいいっていうなかなかねできることじゃないんで、こう奇跡的にやっぱできてるんで、なんかこう導かれてるなっていうのありますよね。ですよね。タイミングその時その時で、うん、なんかもう本当にこれからもうもっともっとこう行くんじゃないかなって気がしますもん、うん、はい、でも僕は自分はそう思ってます、うん、はい、そのために練習してますし、やっぱライジンで、ね、まあ、まだベルトはないんですけど、まあ、ベルトもねいずれできるんで、絶対そこで絶対僕はチャンピオンになりたいと思ってやっぱ毎日格闘技頑張ってるんで、ライジン出るだけじゃなくて、本当一番になりたいと常々思ってるんで、絶対なると思います、はい、
はい、僕もそれは自分で自分を信じてますね。それは俺ならできると、はい、そういう、まあ、よくわかんない自信が多分諦められない、うん、ことにもつながると思うんで、はい、根拠のない自信。そうですね。だからまあ僕はまたね病気でただ、休むことになったとしても僕は戻ってくるんで、またいやすごいな、その心が強い。どうですかね、まあわかんないです。僕はもう好きなことをただやってるっていう感覚なんで、それぐらい書くときに魅力があるということですね。多分だってそもそも普通に私たち一般人で生きてても病気にただ風邪ひいてね、うん、ただけでちょっと落ち込むっていうか、はいはい、まあまあまあ、ね、テンションはね下がりますよね。テンション下がるのに、なんかそこから這い上がるのが、うん、でさらにその格闘技っていう体を使うね、はいはい、競技に参加してすごいな、復活するのがすごいなって、まあうん、目の前のことを僕はやっぱ一生懸命やれば、こうだん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 こう道が開けるっていう感覚がやっぱりあるんですよね。先を見ちゃうと正直不安でしかないし、自分のこうやりたいことがやっぱ先を見るとこうブレてきてしまうというかね、うん、なんで先のことよりも今できること一つずつクリアしていけば、だん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 こう、ね、ステップアップできると僕は思ってるんで、だからまあ病気になったとしてもその時その時にできることをやればまたこう一つ一つこう、ね、レベルアップできるかなと思ってるんで、はい、いやそのなんか勇気ももらえるし、そのあ諦めなければなんか何でもできる、いや何でもできると思いますけどね。それこそ健康でね五体満足でやったら、うん、僕はやっぱまあその人をね諦めなければね、まあ、時間はかかっても、まあ、ほとんどのことはクリアできるんじゃないかなと僕は思ってますね。やっぱ無理なことはまあ無理ですけど、うんうん、もう本当これからずっともう本当に体がね動くまではずっと多分戦われていくんだろうなっていう、はいはい、そうですね、そんな覚悟は、はい、もう、ね、決めました、はい、すごい、うん、覚悟、そうですね、戦うのってやっぱ大変だし、まあ普通にねなんかまあなんかその遊ぶ時間もないしっていうのはまああるんですけど、まあ、それ以上のものがやっぱ格闘技にあるんで、うん、そこのまあ魅力に僕はどっぷりやっぱハマってね、今抜け出せない状態ですよね。はい、ファンの方に向けて、はい、メッセージあったりですか。あそう、まあ、いつも本当ファンの皆さんに支えられて、あの選手生活をです、ね、続けられてるんで、すごく、ね、みんなに感謝してるんで、それは試合でお返ししたいと思います。はい、あの応援いきます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。はい、とんでもないです。